エキポは、携帯電話やスマートフォンの、1、情報機能を使い、専用のアプリケーションソフトによる、JR の中央線の、沿線を中心とした、駅から始まる、おすすめの、ウォーキングとハイキングコースを、歩く、ウォークラリーのアプリケーションです。6月1日、エキポに参加しました。今流行りの、エキポに挑戦しようと思い、4年半使用した携帯電話を、スマホに取り替え、まず手始めに、ホームグラウンドの新座駅から、出発しました。遺産で出発したのですが、スマホにダウンロードしたエキポの、アプリを探すのに一苦労。ついに付近の専門店に、飛び込み、教えを請うた、次第です。それから分かって知ったいつもの散策道、無事ゴールできましたが、と、中の、伸び止め用水で、カモのヒナを狙った、大きなジャノを泳いでいるのに、失くわしました。さすが母親、さっと、身構えたために、ジャは退散しました。ゴール後、スタンプをもらい、ランキングを調べましたら、なんと東波港、素で、1276位。1位から10位ぐらいまでは100コース以上を、踏破しており、小生は、踏破回数コースでは、1277位。ちなみに1位、は2、712回、2位は1、865回、3位は719回と、続いていますが、このアプリが始まってから、まだ1年そこそこなのに、この人たちは、何をして、いる人でしょうか？おそらく、ショートコースは、1日に3、4回以上も、繰り返し、歩いているのだ、とは思いますが、それにしても、なかなか計算が合いません。それはさておき、小生もスマホ、ユーザーの、手前、歩かざるを得ません。が、年間どのくらい、いけるか、今から楽しみです。